さんこんにちは、森えりです。はい、今日は私変身していきたいと思います。ローラちゃんになっていきたいと思います。なんとなくなりたくてメガネとか外していきたいと思います。それでは早速スタート。はい、ということでちょっと暑いので T シャツに着替えました。 BB クリームを塗っていきます。なんか白く見えんな。はい、そして眉毛を描いていきます。ローラちゃんの眉毛はここからここまでまっすぐ平行眉をしてるので、眉毛を頑張って、ちょっと細かいからさ、頑張るね。塗ります。ローズシャドウ引いていきます。上からブラウンのマスカラ塗ります。そして目いきます。わー、すごい緊張するこれ。はい、アイホール全体にゴールドぐらいの色かな、この色を入れていきたいと思います。そしてライナーを描いていきます。若干出るぐらいかな。そしてビューラーで上げていきます。マスカラをしていきます。ここくすんでるのでコンシーラーで隠します。そしてここからここまでブラウンを塗ります。ちなみにコンタクトはローラちゃんプロデュースのをしてるんですけど、意外と暗く見えるかもしれないですね。はい、ということでここからが大事です。シェーディングを入れていきます。すごい、顔半分になったな。チークをここに塗ります。リップを塗っていきます。ちょっとリップはオーバーに描いてます。はい、着替えます。私なんだよな、どんだけやってもローラにはならない。ローラのカラコン使ってるけどローラにはなれないです。だってほら、本当に似てなくてごめんね、ローラだよ、ごめんなさい。本当に似てないんだけどどうしよう。おでこが狭いんだ、ローラ。分かった分かったね、これだ。私おでこが大きいのでとりあえずおでこを狭めました。はい、ということでデブがローラになるまでいかがでしたでしょうか。もうあの写真撮るまでに137枚も撮った。本当に大変、いろんな角度をこう調整してみて、ここ隠してこうやったりとかして、でちなみにこれピンクなんですけど、上から金になるように一応スプレーはしてみたんですが、やっぱピンクが強くて消えちゃってます。ベタベタ。こんなやったりとかこんなやったりとか、とりあえずなんかね、いろんなことを試したんですけど、そうですね、デブがローラになるまでは結構な時間がかかりますね。もうかれこれ撮影して3時間が経過しました。デコがローラちゃんは幅これぐらいなんですよ。なんですけど私デコがめっちゃ広いので、すごいすごい、見てこのシェーディング、もう帽子かぶってんじゃねえかっつって、すごいシェーディングを入れております。そんでこうとりあえずこうやってやって、こうやってやって、あたかもここまでしか顔ないんじゃないかぐらいにこうやっていろいろと角度を試しておりました。いかがでしたでしょうか。私モノマネメイク得意じゃないんです、見ての通り。すごい楽しいメイクとかを、特殊メイクもそうなんですけれども、特殊メイクに近いメイク、こういうなんかこう本当に特殊メイクに近いメイクをいろいろしていきたいなと思うので、次回もチャレンジしてみたいと思います。ということで森有でした。バイバーイ。
すーげーシェーディングだな。初めて入れたわ、こんな。すっごい茶色い。